そう。正吾、君、目ん玉どこつけてんの？僕がただ空いてるだけかなと思って。一発で仕留めてやる、そのバカを。ドン。やられたわ。これって生きてるからでしょ。忘れないでね。もう忘れないでね。ああ、なんて生きてることって気持ちいい。この気持ちを忘れないで。忘れないで。ずっと覚えていてほしい。正吾には。それを忘れちゃうから、人は簡単に絶望しちゃうんだよ。すごく簡単に絶望してしまう。ものすごく簡単に。もし辛いことに出会ってもね、私たちは思い出せるってことを忘れないでほしい。例えば今日のこの気持ち、どんなに困難なことも生きていることの複雑な素晴らしさに比べたら簡単な問題だよ。私はそう信じたいよ。うん、信じたいよ。信じよ。そうしよっか。
忘れ物？スカート試してみんのね。愛してる。
あの頃大好きだったあの歌がまるで自分たちの歌に聞こえて、ううん、違うな、これって私たちのこと歌ってるよ。本当に本気でそう信じた、信じられた。そう、あの頃のああいうわけわかんないような力はまだ私たちにあるのかな。今日の服で君と明日も過ごしたい。この道が果てしないとこまで続いていく。これだけがこの世にある真実の全て。どうかな、そろそろ乾いたかな。正午、来て、星が見える。これだよ、これ。女の子の喜ばし方研究しろって言ったでしょ。どれどれ、俺にも見せてって言ってごらん。うわー、ほんとだ。でも君の方が綺麗だよって言ってごらん。彼方、愛してるって言ってごらん。またさっきのそれ、あのね、しこい男はモテないって言うよ。あー、わかった、それって嫉妬だ。焼いてる？ジェラシーなのね。これで正午の方が勝ってるはずだから。あ、流れ星。嘘じゃないよ。どうか神様、正午のバカを直してやってください。バ
もし神がいるんだとしたら、じゃあそれは俺だよ。いい？この店のルールは俺なんだから。バカ、俺は今空に穴を開けようとしていたところだ。けどね、人生のどの時点で何をしたかということはもう取り戻せない。でも、人には傘がある。俺は刺していくよ。黙り込んでるの？え？何？ショーゴ。くすぐったいよ。ことって気持ちいい。